皆さんどうもこんにちは、シュメルです。今回はね、ようやく届いた iPhone SE 2の開封をしていきます。中に入っているのは、ね、本体とこの、いつもの説明書ですね。この中におそらく、Apple のシールとか、SIM 用の取り外しができるやつが入っているはずです。はずなんですが、ちょっと見当たらないですね。あ、SIM のやつがありました。で、本体。そしてこれがですね、ライトニングの、イヤホンになりますんで、これがね、イヤホンジャックがついていないので、これでね、必要な人は聞くことになりますが、ほとんどの人はもうこれ使うことはないでしょう。で、こちらが、タイプ A とライトニングの、充電器のケーブルと、このね、5W 出力のしょうもない充電器になります。これはね、ほとんどの人は大して使うことはないかなと、最低限の人だけですね、使うことになるでしょう。ではね、こちらを、ターンオンして使っていきたいなと思います。まずね、簡単なスペックを紹介しますけれども、チップはね、A13 バイオニックで、RAM はね、3GB になっています。容量は64、128、256から選べて、ディスプレイに関しては 4.7 インチの IPS LCD で、解像度はね、HD+ になってます。で、カメラに関しては、広角のね、シングルレンズのみになっています。バッテリーはね、おそらくですけれども、1821mAh と言われて、これはね、iPhone 8と全く同じ容量です。OS は iOS 13で、その他ね、ワイヤレス充電、IP67、そして指紋認証のね、ホームバトンが使えます。初めに持った感覚としてはね、やっぱり非常に軽くてコンパクトですよ。やっぱり特にね、11普段使っていますから、これの重さと画面の大きさっていうのに慣れてますから、やっぱりこの辺はね、全然違う、デザインというかコンセプトかなという感じがします。で、iPhone SE のね、タッチ ID に関しては、第2世代のものが使われていて、これはね、iPhone 6S と全く同じスペックなんですけれども、ちょっとね、どれくらい違いがあるか。見てみましょうか。同じ感じな気はしますね。どちらも精度的には。で、あとね、わずかな 6S との違いっていうのは、これはね、物理的なホームボタンなんですけれども、SE はね、物理的なものではなくて、ボタンではないんですよね。普通に押したらバイブレーションが反応して、押したような感覚をもたらすっていう感じですね。これは SE が初めてのものではないので、知ってる人は知ってる、反応というか感覚かなとは思います。あとね、ベゼルに関してはこんな感じでですね、見てもらえばもう誰でもわかりますけれども、旧型の古めかしいデザインのベゼルと、iPhone 11もね、とりわけすごいベゼルが狭いってわけではないんですけども、そう比べるとね、やっぱりこのベゼルの違いっていうのはね、一目瞭然かなとは思います。で、次にね、初期状態の容量だけ見ていくんですけれども、こんな感じでですね、12.6GB あります。64GB の人の場合だとね、この辺がちょっと注意する必要があるので、その辺はね、ちょっと気にはかけておいてください。それでは次にね、スピーカーの比較をしていきます。Oh,
それでね、6S、SE2、そして11と聞き比べましたけれども、まあ、マイクがね、どれほど正確に音が拾えているかはちょっとわかりませんけれども、まあ、実際に聞くとですね、やっぱりこの11のリッチで、この臨場感のあるものを聞いた後だと、やっぱりどうしてもね、SE2 がやっぱり、まあ、見劣りしてしまうっていうのはね、あります。やっぱり SE2 はね、まあ、どうしても、まあ、個人的にはちょっとね、薄っぺらく、チープさが、残るかなとは思うんですね。やっぱりちょっとこの辺は11がかなり優秀だということが、まあわかります。まあ SE2 はね、まあスピーカーにそこまでね、多くを求めていないユーザーであればね、まあ問題なく、まあ日常では使える程度ですね。で、ちなみにこの、Pixel 3A と、まあ、聞き比べてみたんですけれども、その場合もね、実は Pixel 3A のスピーカーの方が良かったです。レベルがね、まあ、1段か2段ぐらいこちらの方が上です。まあ、11よりかは劣るという感じですね。次はね、Geekbench 5のスコアですけれども、シングルスコアが1330で、マルチスコアが3229ということで、まあ、これはね、ほとんど iPhone 11のスコアと変わりません。まあ、見ていただければわかりますけれども、で、そして、Geekbench のですね、GPU のスコア、に関してもですね、ちょっと待ってくださいね。まあ、こんな感じでですね、まあ、6302の11に対して6287と、まあ、その GPU のスコアもね、まあ、ほとんど変わらないと言っていいと思うので、これだけの価格でね、ここまでのスコアが出るのは SE2 しかないとは思います。最後ね、iPhone SE2 の気になる点だけ話していくんですけれども、まあ、個人的にね、やっぱりどうしてもバッテリーライフが 1821mAh しかないので、ここがね、まあ、省電力の効く、A13 バイオニックチップがどれだけね、このバッテリーを長持ちさせるのかっていうのがね、まあ、気になりますし、あとね、やっぱりカメラ性能ですね。まあこれは iPhone 11とも比較しますし、あとね 6S の方とも比較して検証したいと思いますので、気になる方はね、そちらの動画をね、楽しみにしていただければなと思います。特にですね、まあ超広角とナイトモードのある11とね、どういったような、まあ、比較になるかっていうのが僕も個人的には楽しみです。以上がね、iPhone SE2 の開封動画になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。